4年前のこのモンスター知ってる？ヒゾク竜ドスギリオス。正気の谷に生息するギリオスのリーダー格である大型の我竜種。正直1位2位を争うくらい影が薄い。口内に収まりきらないほど発達した牙が特徴的で、この牙から麻痺毒を分泌させている。この大きな牙で噛みついたり、エレキボールを放つことで敵を麻痺させ、ギリオスと共に襲いかかってくる。ハンターだけでなくモンスターを麻痺させることもお手の物である。頭頂部から肩にかけて魚のエラのような頭巾角が存在し、この部位を振動させることで音を発し、ギリオスに攻撃命令を出すことができる。このギリオスとの連携がかなり厄介で、ムカついて大パンした人も多いことだろう。頭巾核には正気の谷に蔓延する正気をろ過し、安全な空気を体内に取り入れる機能も併せ持つ。ちなみに本種はドス系の中で唯一尻尾が切れるモンスターだぞ。冴えないモンスターは俺が救ってやります。